はようございます。1月の11日の8時15分ぐらい、ベルリンです。とりあえず朝ね、起きてシャワー浴びてスーパーに向かっている途中です。結構やっぱこの辺りヨーロッパなんか明るくなるのがめちゃくちゃ遅いですね。9時ぐらいにならないと明るくならないんで、まだちょっと暗めです。ホテルをチェックアウトしてやってきたのはイーストサイドギャラリー、ベルリンの壁です。様々なアーティストのアートが描かれています。結構見てると楽しいです。アートの前にはこのように作品名とアーティスト名が書かれています。この下の QR を読めばウェブページに飛んで、その詳細を確認することができるので、ぜひ確認してみてください。作品によって全然色が違うな。そのメッセージ性がだいぶ強いのと、ユニークなものもあれば、なんか悲しみを感じるものもあるし、なぜかこのアートかなり落書きが多いです。イーストサイドギャラリーと検索すると結構この画像出てくんねんけども、結構有名な人のアーティストなんかな。この人が結構有名なアーティストなのかどうか分かりませんけども、落書きが多かったです。ちなみに裏側もこのようにグラフィティアートが所狭しと描かれています。向こうの方で全部ある。アーティストによって作品の色はほんまに十人十色です。ベンツのオフィス近くまで来たんですけど、ここで全部ベンツのオフィスかな。めちゃくちゃかっこいいしでかい。めちゃくちゃ日本っぽいアートもありました。調べると日本好きのアーティストが描いた作品だそうです。千綿に放置されとったその当時にあったチャリンコか分からへんけども、すげーボロボロ。イーストサイドギャラリーでおそらく一番有名なこちらのアート。こちらのオスの2人は東ドイツと旧ソ連の大統領同士だそうです。めちゃめちゃアートの数はずっと続いてるので、全部は紹介しきれません。ぜひ自分で見に来てください。ベルリンはここでおさらば。次はフィンランドに向かうために空港に向かいます。軽食に駅の売店でシュミッツェルというチキンカツをサンドしたサンドイッチ買ってみました。着きました。ベルリンブランデンブルク空港。ここからまずヘルシンキを経由してイワロという空港まで向かいます。だいたい4時間ぐらい。ヘルシンキまでの3時間、ちょっと時間があるので機内で酒盛りです。空港で買った泡はそのトロッケンというちょっと甘口のスパークリングです。じゃあもう結構飲んじゃったんだけど、泡のテイスティングコメントをしたいと思います。トロッケンなんでちょっと甘いです。まあちゃんとしっかりと発泡感もあって、で最初は甘口やねんけども、後味は結構辛口やねんな。苦味が最後に来て最後すっきり終わる感じ。ちょっと甘いからもしかしたら料理には合わないかもしれません。あの空港の前で買ったこのハムサンド、ハムチーズピクルスサンドがあるんで、これには合うと思います。あ、うまっ。あ、これがうまいよ。これと合わ。じゃあ次、お次はこの大平線のトロッケン白。これもトロッケンのね、ちょっと甘いです。まあトロピカルな感じのフルーティーな白って感じ、軽め。でもこれと合わせてみます。なんかこれがうまい、ほんまに。合うな。合うよな。グラウブルグンダー。グラウブルグンダーっていうね、シノニムなんですけども、まあ、世間一般的にはピノグリだけど、ドイツではドイツの一部の地域ではこういう呼び方をするというのがシノニムということです。いい気分でまずはヘルシンキ行けると思います。でヘルシンキでまあ1時間ぐらいのトランジットをして、今の空港というさらにこう北極に近い位置まで行きますと。ちょっと我々ビビってます。まずバスがあるのかどうかをよくわからない、正直。まあ最終的にはキーロパっていう村に行くねんけど、そこはマイナス20度以上の世界なんで、ワークマンの実力をここで測ろうと思います。上空からのヘルシンキ見えてきました。もう雪国感すごい。一旦ヘルシンキに行きました。ここからさらにイバロに向かいます。
ヘルシンキ空港にはオーストラリア、フランス、イタリア、スコッケなんでドイツ、ここではスペイン、いろいろな国のワインが置いてます。乗り継ぎに乗り継ぎを経てついにリバノ空港到着。めちゃめちゃ疾走です。もう息がめちゃめちゃ白い。さすがにマイナス当たり前の世界ですねこれは。いやいや、ほんまにオーロラが初日から見えるかどうかが楽しみです。ここからサーリセルカというスーパーマーケットのある町に行ってから黄色場に向かいます。やっと着きました、スオメン黄色場村。もうこのホテルしかないみたいです。ホテルの中にはレストランもあるので、ここで一度は飯を食べたいと思います。中のレストランはこんな感じです。結構広い。マジでこれ開けへん、奥まで刺さってんの開かない。なんとか近くの人に協力してもらって開けてもらいました。部屋オープン。こんな感じです。2段ベッドがかける2、これを2人で使います。とりあえず無事黄色パンに着いたので祝杯をあげたいと思います。部屋に冷蔵庫がないので外の天然の冷蔵庫使わせていただきます。結局こんな感じで宴が始まります。とりあえず3日分っていう感じで買ってきたんやけど多分足らないです。ではドイツから計6時間程度の移動お疲れ様でした。乾杯。うわ急に来ちゃいました、油断しました、ね、ローアルコールのリースリングの泡です。初めて見た 5.5 パーの泡。やっとなんかホッとできたな。うん、いや結構不安でした私は。せやな、うん、ずっと大丈夫かな大丈夫かなって2台ぐらい見てたからいけるって、ね、はい、黄色パー無事到達しましたということで乾杯。乾杯。フィンランド語で乾杯をなんていうか調べてません。もう調べる余力なかったな。さっき声のコメント、あれ言う感想。感想、うん、まあ 5.5%、これなんかローアルコールって言ってなんかフィンランドなんか 10% 以上の2桁以上のアルコール度数のお酒一切売ってなくて、なんかいよい苦肉の策でまあしゃあないなっていうことでリースニングやったと思う。リースニングなは味はまあリースニングっぽくフルーティーな感じです。でまあほぼジュースですマジで、うん、炭酸が強めのジュースです。はい、アルコール感はほぼ感じません。じゃあじゃあ食べますか。食べよう。サラダのデリです。二段構造になっていてちょっと寄ってるんですけど、うん、下のサラダは普通のキャベツ、レタス、紫キャベツ、あとトマト、あとベビーリーフみたいなものとかが入ってて、うん、上はなんか味付けされたポテトと鮭とゆで卵が入ってていい感じです。確かにスパイシーやな。そうやね、ハラペーニョ系というか全くわからない。え、酸っぱいとか辛いとかもない。ね、ベースは甘い。甘い。ベースは甘いけど、うん、なんかそういうスパイスがいろいろ入ってて、うん、複雑そうな味やな。うん、何やろ。なんか私たちがイバロ空港からここに来るまでのバスがインターネット上ではあと2本あるはずやってんけど、うん、これで最後やよって言われちゃってんな。そうバスで途中のそのスーパーがあるバス停で降りて、でそっから次のバスでここのホテルに来ようとしたけども、もうこれが最後やからそれできひんからタクシー使うのは無理やでって言われて、うん、えーってなってな。でもその頃には、まあ、そもそもホテルまでたどり着けんのがこの雪国の中でっていう気持ちがあったから、うん、多分もう顔にもう不安って書いてたと思うね私。うん、なっちゃんの顔はもう引きずってたもんずっともう変身期の時から引きずってた。で多分それを感じ取った運転手さんが、うん、スーパー何分かかんねんって聞いてくれて、うん、まあ2、30分かなみたいな言ったら、うん、まあ、今乗ってるお客さん降ろしてきて戻ってくるから20分で済ませろと、うん、そしたらこのホテルのある黄色パー駅まで送ってくれるって言ってくれて、うん、でも言葉も分かれへんスーパーで20分でこの買い出しするの結構大変やってんけど、うん、もうとりあえずなんとなく美味しそうなものを
書き込んで、でこのサラダたち以外に私たちが買ったのがカップ麺系ね。カップ焼きそばと、これはもうほんまにちゃんと文字を翻訳して買うものをしてる時間はなかったので、写真でまあなんとなくキノコリゾットかなと思って、ジャケ買った。ちょっとこれさ作りたいねんけど、どっちがいい？先食べんの。どっちも食いそうやけど、どっちも食べると思う。どっちはさっきどっち食べるかっていうだけの話。そっちにしよう。ちょっとお湯を沸かしてきます。結局これ作りまして、もう匂いは完全に UFO、うん、そういえばカップヌードルって日本で焼きそば出してへんなって話をしてて、確かに、うん、じゃあいただきます。うん、うまい。さすが日清、日本のカップ焼きそば。すごっ。いただきます。ちゃんと普通に日本のカップ焼きそばやな、うん、匂いもマジで半月おれへんもんな、もう、うん、うまいんだが。でこの合わせた IPA もめっちゃうまいねんけど、うん、なんかインディアンピールエールの略を一般的に IPA って言うねんけど、うん、イルサルミペールエールっていうらしい。味はどうなん？美味しい。香りまずしっかり柑橘で、色の濃い柑橘のレモンとかじゃなくてグレープフルーツとかで、しっかり飲んだ瞬間も麦の味、麦じゃないホップの方かなの香りがして、後味もしっかり苦くて、苦いけど、まあ、IPA 好きからしたら心地よい苦さ。うん、2個目乗り行きたい。2個目？うん、照り焼き味。うん、だってもうゆうきくんさ、あとフルーティーなやつしかないやろ。なんかうん、もう甘い系ってか、もうほんまビールめっちゃ多く、結構ビール比率6、4ぐらいな、うん、6ビール4ほかその他みたいな、うんうん、あでもまだあの泡があるから別にリゾットでもいいかもね、うん、あれ結構美味しかったよ。あうん、ヘルシンキ茶碗、えどこやったっけ、あれドイツか、ドイツのトロッケン、ドイツの空港で買った、まあこれぐらいの泡があるんですけど、うん、あれの存在忘れた。あれあるか別にリゾットでもいいかも。あれはちょっとまた後日。後日なんや、うん、冷やしたのに、さっき性格液の中に突っ込んで、うん、もう冷やしたやつもぬるなってる。そっか、うん、そうかな。なんか冷蔵庫ありますかって受付で聞いたら、うん、冷蔵庫は何それみたいな顔されてな、うん、でいちいちなんかこう文字見せてもみたいな顔されて、そう普通に英語のできる人やな、そうそうそう、普通に英語はできるから英語で冷蔵庫っていうのを見せたけど、うん、ほんみたいな、で文字もう一回見せろって言われて、多分検索しとんねんな、うん、Google で。あこれか、あないないないみたいな。そうちょっとフィンランドに冷蔵庫は必要なかったらしい、うん、冷蔵庫という単語がなかった、うん、何をこれ以上冷やすことがあんねんみたいな顔されたな、うんうん、外マイナスなんだよ思てんねん。ただで生きるかな。ちなみに今マイナス6度7度ぐらいかな外は。でも北海道に行ったことがある人はまあ分かると思うねんけど、全然それぐらいの感覚、うん、別にプラスマイナス2、3度と6度とかあんま変わらへん。まあただ広い時はほんまにマイナス20度とか25度なるらしいんで。でもさ1月でなれへんのにいつなんねやろな。わからん。でもその俺らがなんでキードパーっていうのを見つけたかというと、めちゃめちゃまあなんかフォトグラファーかな、まあ、世界を旅するフォトグラファーみたいな人がおって、その人が YouTube で喋ってるのをたまたま見つけて、まあそんな再生回数多分1000とか2000ぐらいの動画やねんけど、うん、でオーロラを見たいっていうのは結構俺の中でやりたいことリストであって、夢の、うん、バケットリストね。そうバケットリストにあって、でどうせ見るんやったら絶対に見たいと、うん、そのいろんな、まあヘルシンキここまで混んでもヘルシンキとかあのまあ別のところとかでも見れる箇所はあんねんけど、もうその可能性をまあどんだけ遠くても限りなく上げたいからっていうので、今回その YouTube を見てもうめちゃくちゃ良かったっていうのをその人は言ってたから、うん、でインスタも見たらな、うん、めげつない写真載ってて、うん、で、まあ、見に行くやったらこれぐらい行かなあかんわなと、うん、まあ他にもカナダの方とかイエローナイフとか有名なとこあるけど、まあ、やっぱみんながしないようなところ行きたいなと思って、うん、今回このフィンランドのキーロパっていうところに来ました、うん、はい、でほんまに情報ないよな未だに、はい、
マジで動画もない、ブログとかもないよね。そう、ほんまに一個二個、その人がその動画を見て、そのブログを見て行ったっていう、その元のやつと、その人が、フォトグラファーが書いたブログ、うん、その2個しかない、ざっくり言うと。サーリセルカは結構あるキールパーはマジでない、ちょっと離れてんねんな。そう、バスで茨城空港とサーリセルカスーパーがあるところと、うんうん、さらに倍ぐらい離れてキールパーがある感じ、うん、そう、バスで10分以上、10分15分、うん、いやあとはまあこういう感じで、まあ、正直ちゃんとした撮影器具っていうのは持ってきてなくてまあ iPhone Pro と Google Pixel Pro があればまあ撮れるでしょうと、あのオーロラを写真動画、それをちゃんと撮れるかどうかが若干心配、それ以前にまず見れるかどうか3泊で、うん、一応その俺らが参考にした女の人は1週間追って2日か3日、2日だけ見られんかったって言ってたの。2日か3日。うん、だ半分、週の半分以上は見れるから、まあ2日に1回見れると考えたら、俺ら3泊するから、絶対1回見れると、うん。うん。でもその人のオーロラの爆発っていうのはすごい興味があって、もう、この世の終わりみたいな感じになるらしくて、もうなんか降り注いで隕石落ちてくる手前みたいな。うん、もう360度。めっちゃ明るくなるらしくて、それを収められたら多分すごいよ。うん。この目で見たい。見たい。もう収めなくても見たい。うん。うん。なかなかやっぱこう、難しいからな、それを撮るって、うん。っていう感じで、この、特に何もない僻地に2日間滞在します。もうやることがないので、サウナ行って、酒飲んで、ちょっと寝て、サウナ行って、酒飲んで。その繰り返しやんな。うん、もうそれしかない。キーロパからおはようございます。ということで、今日は1月12日の朝9時です。誰かが雪だるまを作ってます。ちょっと不細工やな。9時でこの明るさです。全然明るくならへんし、昨日はめちゃめちゃガスってて、オーロラどころか星一つ見えませんでした。今日も曇ってるっぽいです。ここにはムーミンの雪だるまもある。とりあえず朝食を食べに来ました。朝食はブッフェ形式。こうフルーツも、これなんやろ、フカヒレみたいな。とりあえず今から朝食いただきます。クロワッサンとか、まあ、見た目通りの、これがよくわからない、このなんていうの、さつま揚げ的なやつとこのペースト状のドロドロしたやつ、なんか美味しくのちょっと美味しいかどうかわかんないですけども、実食していきます。マジで美味しくない、これ。この横からペースト状のやつ、ほんまにスライム状の餅、味のない餅、全然美味しくない。卵、これスクランブルエッグは何混ぜてんねやろな。独特の硬さと味、卵本来の味ではない。でもソーセージはうまい。うん、うん、ソーセージは美味しい。これ何なんでしょうか。うん、ポテトやわ。美味しい。これはうまい。今まで一番当たり。で、形の違うこのでっかいやつ、めっちゃ人気あって、2個ぐらいしかなかった。私も取られへんかった。そう。いただきます。これもポテトかい。どっちもポテト。形が違うだけ。味も一緒。まあ朝ごはんは、まあ甘いな。次はバターをクロワッサンにつけていただきます。うん、バターは美味しい。うん、クロワッサンは普通。まあでもうまいか。とりあえず朝ごはんを食べ終わったので、一旦部屋に帰ってシャワーを浴びて、ワインが売っているアルゴに向かいたいと思います。現在朝の9時40分過ぎです。朝10時前でこの明るさ、しかもめちゃめちゃガスってる、これはオーロラ見えへんないかい。どないしよう。なんかこれが1日乗り放題チケットらしいんですけども、本数が少なすぎるので今回は行きだけに使います。ちなみに明日からの景色はこんな感じ、とにかく真っ白銀世界。今日もこのサーリセルカ唯一のスーパーマーケットにやってきました。今回はこの赤いランプのアルコっていうところでワインが買えるそうなんで、こちらでワインを購入していきます。こちらがアルコ、ワイン以外にもジンやウイスキーなどいろいろなお酒が売っております。
こちらがフィンランドのローカルワイン、甘めだそうです。こっちはアルコール度数が15ぐらいあるみたい。なるほど。結局こちらのローカルワインは甘すぎるので今回は購入見送りました。じゃあ今日のお昼は何食べるんですか？今日のお昼はこのスパークリングとオープンサンドです。早速ね、実食したいと思います。うん、一個一個でも美味しいから、美味しい。うんうん、うん、悪くない、悪くない。うん、これが甘いからもうちょっと辛口の方がいい。なるほどなるほど、うん、若干邪魔、甘さがコロッケンなんで。なるほどね。はい、3時からスモークサウナを予約してるんで、うん、楽しみ、それに行きたいと思います。で、今晩見れるかな、オーロラな、昨日全然やったもんな。うん、てか今日もめっちゃ曇ってるし。うん、3時を過ぎたので、ね、これからサウナに行ってきます。3時18分なんですが、もう真っ暗になりそうです。で、時間になったんでサウナに行きます。とりあえずこの廊下を渡っていきまして、この奥がスモークサウナの施設になってます。ここから一旦外に出ると。なるほど、こういう感じね。これマジでなんなん、水、お湯、どっち、絶対水やな。溜まってくるからこれちょっと入れさせて、うん、もう湯気出てないからさ。そうやね、絶対水やと思うねんな。水やわ、水冷たちょっと冷たい。まあここで希望者は御礼の礼ができるということですね。でもロケーションはめちゃくちゃいいです。ここがスモークサウナ、両隣に男子と女子別にトイレとドレッシングルームがあります。マジでここで礼してる人います。マジでやばい。サウナの中は今こんな感じです。今僕らだけ貸し切りなんで撮ってます。真っ暗でちょっと分かりづらいですが、結構広いです。2階部分にサウナがあります。ベンチがあります。今からフジフジがサウナの温度を上げるために焼け石に水をかけます。2回ぐらいとこう、2回とか、熱っ、きれい。黒糖石、あ、きた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 、熱い。今からフジフジが温冷浴の霊をガチ流氷で氷水でやります。うん、やばいやばい。いやー、とりあえずね、サウナ上がってめちゃめちゃ決まりました。で、早速ね、サウナ上がった後のこの決め一杯目はルクセンブルクのモーデル地方のシャルドネ、ピノノワール、ピノブランのブレンドした泡です。早速開封していきます。おー、いけました、ルクセンブルクの泡。しかもトラディショナルメソッドやからシャンパンと同じ製法やねんな。グラスがな、もうちょっといいもんがあればよかったんやけど、うん、ちょっと今回は、あ、香りはグレープフルーツ、レモン、うん、悪くはない。ドライのキリッとした感じ、あー、しみる。うまい。苦味は、苦味はちょっとあるけどそんなにくどくない、うん、で割と軽い、うんうんうん、まあスパークリングの中では結構美味しいブルーじゃないかなと、うんうん、コスパはいいと思います、うん、このルクセンブルクのスパークリング15ユーロでだいたい2000円強。ルクセンブルクなかなかやりますね。ぜひ皆さんお試しあれ。じゃあ次にアルゴで買った2本目は白、開けました、このウルグアイワインのアルバリーニョ白ワイン。色はこんな感じです。割とみずみずしい薄い黄色です。で、まず香りなんですけども、なんかめちゃめちゃトロピカルな感じがします。で、あんまりアルバリーニョって、あんまりというか多分俺初めてやねんけども、なんか南アフリカのシャルドネみたいな感じ。シャルドネとかソービニョンブラン。あの結構トロピカルな感じ。まあ、バナナの香りまではせえへんけども、なんか熟したリンゴ。まあまずそこが一番でかいかなと、まあ白、シトラス系、柑橘系の香りも、まあ感じます。ミネラリーなニュアンスもありますね。まあだから結構でも、香りはすごい、めちゃめちゃトロピカルで、フルーツ好きにはすごいいいかなと思います。うまないこれ。まあひたすらトロピカルで、スッキリ系の白と、もうまったり系の、なんかそのちょっとバターっぽいというか、
ちょっとねっとりするような、あの、口触りの塩のちょうど中間のような味がしますね。魚介には結構合うんじゃないかなと思います。で、俺的には、その、ただ単に魚介に合わせるってなると、香りがちょっと、トロピカルすぎると思ってて、これに関しては。確かに。だから、それやったら、カルパッチョでも、なんかこう、ちょっと、オレンジちょっと添えるとか、なんかサラダにもさ、ちょっとそういうグレープフルーツの果肉が入ってるサラダあるやんか。ああいう系やったら結構合うんじゃないかなと。うん、ああいうちょっと酸が、ちょっと強めの、柑橘系を混ぜたサラダとか、白身魚を一緒に食うようなカルパッチョやったらすごい合うんじゃないかなと。またさ、あとはそういうソース。柑橘系の効いたソース、プラス、生の白身魚の刺身だったりとかが合うんじゃないかなと思います。今日ちょっとね、あんまり料理のバラエティがなくて、スーパーのお惣菜ばっかりなんであれなんですけど。レンチンのこういうクリーミーなトマトスープみたいなやつ。また買ってきました。デリ。あの、チーズとオリーブが入ったサラダ。リゾットとパスタ。ですね。もうこれを今日の晩ご飯にしたいと思います。赤ワインまだ2本買ってて、これもまた後々ね。今日中には開けるんで。アルバニーニョ。なかなか良気でした。では次2本目はこちらのスペインリオハ州の赤ワインです。こちらのワインの品種はテンプラニーニョ、ガルナッチャ、あとはマツエロというカリニャンのシノニム、この3つのブレンドです。色は結構ダークなレッドです。じゃあこのリオハ州の赤ワインと今回あのスーパーで買ったこれなんていうのミートボール、ね、これ反対側はポテトハッシュマッシュポテトのデリと合わせていただきたいと思います。これチンするだけでよかったからすごいありがたかったよね。うん、めちゃ楽。北欧の地でちょっと料理もできない私たちにとってありがたかった、うん、ではいただきます。何の肉やろうな。給食に出てくるミートボールからはるかに美味しい。このポテトは優しい味わいやけどなんかややスパイシー、うん、ちょっとこのソースとワインを合わせてみたいと思います。なんか正直全然冷凍食品の味なんやけど、うん、でもワインの当てにはギリギリになるぐらいの美味しさ、うん、ワイン自体はどう。あ、ワイン自体は大好き私これ香り、天ぷらにリオグルナッシュカリニャンやろ、うん、もう私もうなんとかニャンってついたら全部美味しいと思ってるから。いやでもこれ、うん、10ユーロ台とは思えないぐらいの美味しさじゃない。あ、マジうまい。それもさ、あの白ワイン、紹介した白ワイン、さっき紹介したやつと、うん、そんなに変わらへんやんか。15か6、16弱。うん、15、16ユーロぐらい。だから、まあ2000円強やんか。2200円ぐらい。にしてはうまいよな。うん、めっちゃ美味しいこれ。さすがリオハ州。うん。香りやっぱこう、色味が濃いやんか、結構。うん、まあ一応、ミドルボディとは紹介されたけど、うん、結構まあ濃いと、色が、うん。うん。でも香りはすごい、カリスミがあって、結構ブラックチェリーかな。アメリカンチェリーっぽい香りがすごい、まずは強い。うん。カシス系の。弾けてるよな。弾けてる。と、まあちょっとその奥に土っぽさとか、うん、あの、ちょっと皮っぽい香りが感じれるかな、みたいな感じで。うん。何プシュって今ワインの話してるのになんで急にビール開けたの。なんかちょっとまあ赤もいいけどなんか泡も飲みたくなったなと思ってちょっと開けちゃった、うん、しれっと。それ何ビール。これちょフィンランドビール。何ビールか分からんねんけど独特なラベルやな。うん、読まれへんねほんまに、うん、フィンランド語って分からんな。なんかイタリア語フランス語はなんとなく、うん、想像がつくねんけど、フィンランド語はマジで分かれへん。フィンランド語。ありがとうがキートスで、乾杯も調べてん、うん、私。あ、そう。乾杯もあんのね。キッピス。キッピス。が乾杯。乾杯。グラスを片手に、キッピス。目を合わせて、キッピス。だそうです、フィンランドでは。いやでもフィンランドのお酒事情結構びっくりした。そのアルコっていうあのワイン、まあワインショップじゃないねんけど、うん、お酒売ってる専門店みたいなお酒のが国営やっていうのを調べて気づいて、うん、知って、うん、でなんで国営やねんってなった時にフィンランド人は酒がとにかく大好きやと、うん、もう
付き合いましょうっていう手前で、まずあなたはどんだけ酒飲みますかっていう質問から入るっていうぐらい、それぐらいお酒飲めるっていうのはすごい重要らしくて、お酒好きな国民性がゆえに、まあ、ちょっとね、飲みすぎちゃうとか、あと未成年でも飲んじゃうとかっていうのが社会問題になったらしくて、で、それを国がちょっと大、まあ、さすがに、これは見過ごせえなということで、もう度数が高いワインとか、ワイン以外のお酒、リキュール、ウイスキーとかも、全部国が管理しますとなって、完全にもう分業するという形になったらしいです。どんだけ好きやねん、酒。てな感じで、二日目、オーロラ、ちょっと、外出て見に行くか、後で。うん。広告期待です。では次3問目、アルマで買った、ポルトガルの赤ワインです。で、このポルトガルの赤ワインは、アレンカーという南部の、ポルトガル南部の赤ワインなんですけれども、カステリアンっていう品種が主らしいです。あとはまあ、いろんなね、まあ3つぐらいブレンドされてるんですけども、正直わかりません。これはね、結構フルボディだと言われて、アルゴで買ったんですけども、これをちょっとね、テイスティングしたいと思います。色はすげえめっちゃもう真っ黒に近いダークな赤。香りはほんまにさっきのスペインワインと比べても、もうさらにこう濃く、濃い果実味と言いますか。まあほんまにまあ、ベリー系の香りしかり、ちょっとやっぱこう影干し葡萄感のある、まあレーズンとか、まあそういう系のニュアンスもありますね。で、その奥の方にはちょっと土っぽい感じがあったりとか、はい。そんな感じです。ちょっと味の方は試していきたいと思います。うん。色に比例してめちゃめちゃ味が濃いですね、ほんまに。ジューシーな果実味がまず広がってくると。結構タンニンもしっかりと効いてるんですけども、なんていうかな、まあ、そこまで舌がザラつくほどのタンニンではないと。まあ、結構渋い人が苦手な方でもギリギリいけるんじゃないかなっていう感じのタンニンです。で、やっぱこれ肉系は合うと思うんですけども、今回は、スーパーマーケットで買った、この、お湯を注いで作るリゾット、キノコリゾットなんですけども、これに合わせてみたいと思います。うん。これじゃもううまい。なるほど。一応ね、赤2種類あったんで、スペインのリオハのテンプラニーノ主体のやつと、こちらのポルトガルのワインの合わせてみたんですけども、僕個人的にはポルトガルのフルボディの方が合います。っていうのも、ミドルボディのスペインのやつは、フレッシュすぎて、ちょっとね、香りがね、邪魔するかなっていう感じですね。どっちかというと、しっくりくのはこちらのポルトガルの赤ワインだと僕は思いましたんで、こちらの方が僕の方は、僕は好きですね。ほんまに、ただこれを飲むだけやったらフルボディはちょっとしんどいんで、まあ、ミドルボディの、こちらのリオハ州の、ケンブラニーノ主体の、この赤ワインの方が、おすすめですね。まあ、というわけで、アルゴで買ったワイン、4種類ね。うん、泡1、赤2、うん、白1、4種類、うん。飲みましたけども、どうでしたか？いやー、ベストワンは決まってます、うん、私は。決まってる。うん。おぉ。俺も、まあでもベストワン、何をもってベストワンなのかっていうところがすごい重要やん。うん、だ今回は、俺やっぱ、どっちかというとご飯ありきのお酒を選ぶんよ。うん。うさみは逆やん。うん、お酒ありきでご飯選ぶやん。うん。あてというか。うん。どっちで選ぶ今回は。一口目でうまいやつ。うん、ああ、なるほどね。じゃあ、その基準でいこうか。もうでも決まりました。決まった？決まってます。全部決まった。うん。まあ、国名で言おう、ほんじゃ。うん。うん。わからんから、この、正直、ワイン名とか。うん。何択？ 4 択。まず、ルクセンブルクのスパークリングね。2本目は、白。この、ウルグアイの白ね。スペイン・リオア州の赤。ポルトガルの赤。この4種類で、の中から、ベスト・オブ・ワインを決めようと思います。うん、じゃあ、発表します。発表します。はい。じゃあ、2人で一斉のでいこうか。うん、一斉ので、ポルトガル。一致しましたね。一致？うん。じゃあ、うさみからその理由をお願いします。ポルトガルっていうか、うん、まあ、地中海から若干離れてしまうのかもしれないけど、その、うん、海の恵み、太陽の恵みを得た果実の温かみっていうのを感じた上に、うん、酸っぱさ、渋さみたいなのが全てがバランスが良くて、うん、一口で、あ、美味しい。とか、こう、なんか幸せ、夏休みの太陽の光みたいなものを全て感じることができて、うん、
うん、一口飲んで好きって思える。この太陽の果実感だけじゃなくてチョコレート感とかコーヒー感とかちょっとした大人っぽい苦味もありつつ、なんとなくこう青春を一口で青春をこう一生できるような何その目え、いやそんなコメントされたら俺この時しんどいねんけどそんな浮かべへんってまあそんなこの一口で一年を感じられるよう、春夏秋冬一年を感じられるような素晴らしいワインだなと思いました。なるほどまあまあじゃあ僕はもうシンプルにいきますわ、うんうん、まあまず一口目で美味しいと思うっていう基準はまずはその味が分かりやすい、薄かったらやっぱこう一口目でうまってなれへん、うん、それでは何口か重ねていって、あこれ一個いけるやん、美味しいやんとか、うん、薄めのやつがピノとかさ、結構俺の中ではピノとか、うん、もちろん香りがすげえ華やかで、うん、うわって思うピノもあんねんけど、味はってなると一口ではちょっと分かれへんねんな、うん、やっぱ気難しい、うん、ピノとかそういう系は。ただやっぱこういうポルトガルワイン、カスティリオンみたいな、うん、品種はちょっとね、これは絶妙な甘さ、うん、甘くないはないねんけど、ドライじゃないねんけども、ちょうどいい甘さやねんな、嫌にならない甘さ、そうそうそう、もうくどくない甘さっていうところが僕の中ではポイントが高かったかなっていうところですね。もちろんフルボディなんで、あのお肉とかにも合わせれねんけども、合わせれるねこれ多分、けどもこれ単一で楽しめるかなと思った。うん、うまい、うまいですっていうのでこれが1位です。はい、見事一致しました。はい、っていう感じです。はい、日付が変わって1月13日の昼過ぎです。ご覧の通りめちゃめちゃかすってます。おそらくオーロラもう見えへんのちゃうかな。とりあえず昨日スーパーで買ったこのモヒートを外でキンキンに冷やしておいたので、こちらを飲みながら待ちたいと思います。酒飲まないやってられんということで、自然の冷蔵庫から酒を取り出したと思います。よいしょ、キンキンに冷えてやがる。入れ替えでビール、サワー、白ワインもキンキンに冷やしていきます。今度はジンベース、ウォッカベースかな、ウォッカ&ライム、なんかチューハイっぽいやついただきます。うん、おー、あ、結構美味しいかも。ちょっと甘めかな、甘めのカクテル好きやったらいいと思います。スキルで飲みやすいウォッカベース、チェリオ的なデザインやけども味はまあまあでした。これをチリナッツといただいたら結構美味しいです。現在は夜の8時、気温は0度です。オーロラというアプリで1時間後に見れるかもしれませんという通知が来たんですが、このアニ様星一つ見えません。まあこんな感じでちょっと酒盛りもしながら、あとはオーロラを待ちたいと思います。ついにオーロラアプリで、オレンジ色のエリアになりました。赤に近づくにつれてオーロラの見えやすさが上がります。こちら側の空は真っ暗なんやけども、右側の空がこうなんかもやみたいになってんねんけども、ちょっと赤いねんな。この向こう側がオーロラやと思うねんけどな。晴れてくれ雲。現在10時を回ったとこです。オーロラが見える確率がオーロラアプリでどんどん上がっていってるので、ひたすら全力待機しております。あれから2時間ほど経ったんですが、結局見れなかったので一度ホテルの部屋に帰ってきました。とりあえずあのオーロラのアプリ的には、うん、これから30分後、今は 61% って書いててんけど、見れる確率が 70% を超えるっぽいんで、うん、ちょっとね室内から窓の外を見ながらね、うん、待機してます。部屋の中で電気消して、そうちょっとでも見やすくなるように、見やすいようにして、うん、今日も見えるまで寝れまてんです。うん、ほんまにもう徹夜を覚悟して、うん、ビール片手に、お弟子片手にやっております。現在は12時過ぎですけれども、再び外に出てきました。でオーロラっていうアプリ的には 80% ぐらいの確率で見れると書いてます。ただやっぱ雲がどうしてもあると見えないんですけども、雲が一瞬晴れるのを期待して1時間ぐらい粘ろうと思います。もうダサい格好をしてきただけあります。全然寒ない、頼む
明日には帰らないといけないから今日ちょっとだけでもいいから見えてくれ。オーロラ、ちょっと待って、オーロラ出てきた。おお、待ったかい、やった。めちゃくちゃうっすらやけどオーロラが出てます。わかるかなこれ。あ、消えてもうた。いやー、というわけで1時間半ほど粘りまして、はい、なんとか、まあ、めちゃめちゃはっきりとしたオーロラは無理やったけども、うん、寝れまして。見えたね。うん、結構でかかった。 すごかったよな、うん、雲がなかったらもうより一層やばかったやろうけど、うん、それでもわかる感じ。一瞬だけ星がもうすごい見えるようになって雲が切れた瞬間があって、うん、その時に結構連続して見れたね。まあ、肉眼ではちょっと色が薄かったけども、うん、写真に収めると結構はっきりと緑っぽい感じでな、うん、カーテンになってた。ちょっとこの後自分らが撮った写真動画どういう感じなのかっていうのをね、うん、鑑賞しながらいいものをちょっとね編集してあげたいと思います。粘ってよかった。なんとか粘って。もう寒すぎて。ギリギリ。まあ、ちょっとね、うわっ、すげえっていうものは取れませんでしたが、うん、十分でしょう。うん。ずーっと困ってたし。うん。うん。頑張った。はい。心置きなく、フィンランドをされます。帰れるな、ほんまに。やっと帰れる。疲れた。見れてよかった。はい。とりあえず、シャワー浴びて、さっさと寝て、明日朝早いんで、またパリに戻ります。戻ります。They don't have to say it.